AB2 人の持っているお金の合計は900円です。 A の持っているお金の4分の1を B に渡したところ、2人の持っているお金は等しくなりました。はじめ A は何円持っていましたかという問題ですね。もうこれは例題と一緒ですね。やり取り算、ね、2人のやり取り。じゃあ同じようにまずこの問題、ね、大事なこと言ってたよね、さっきね。そう和が言ってやり取りする前とした後で、ね、2人の合計金額は変わりませんということに注意してやっていきましょう。まず AB の持ってた図示すると AB が最初持ってました。で合わせると900円、ね、合わせて900円で A が B に4分の1をあげたところ、4分の1をあげたところ2人の持ってるお金は等しくなりました、ね、だからさっきと全く一緒、ね、ここは等しい。そして一緒ですけど、ね、A は最初持ったお金の4分の3が残ってます。そして足したら900円、ね、和がいってこの問題はそんなに難しくないけど、次のポイントチェック、ね、6番、ね、これではもう和が一定がないと必ず、ね、絶対解けない。これ練習で解いてみましょう。でこれ2人が等しくなると合わせて900円なので450円になる。でこの450円が A の最初に持ったお金の4分の3ということで答えは600円。となります。大丈夫だよね。で次の問題をお伝えします。